シリウスは1837年に建造された蒸気船及び外輪船である。蒸気船でありながら補助用の帆を装着するためのマストを2本持つ。シリウスは1837年に建造された。大西洋を蒸気機関のみで横断できる能力をもって建造された最初の蒸気船であり、建造後、ロンドンとコークを結ぶアイリッシュ海底機船として運航された。 当時のイギリスアメリカ汽船会社は、大西洋航路の定期船化を計画しており、この航路に建造中の客船ブリティッシュクイーンを使用する予定だった。ところが、先に完成した蒸気船グレートウェスタンが同航路に就航することが明らかとなり、これとの競争という側面も兼ねて、シリウスをチャーターしてサービス開始時期を早めることとした。シリウスは、 グレート・ウェスタンの出港4日前、1838年4月4日に40名の乗客を乗せてアイルランドの航空を出港し、グレート・ウェスタンは1838年4月8日、イングランドのブリストルを出港した。同年4月22日、シリウスはグレート・ウェスタンに先んじて、わずか18日14時間22分で大西洋を横断し、ニューヨークに到着した。 これによりシリウスは史上初のブルーリーボン賞保持船舶となった。しかし、シリウスが記録を打ち立てた翌日、グレートウェスタンが公開日数15日最高速力8、66ノットという新たな記録を打ち立てた。加えて、シリウスはグレートウェスタンを抜くために重い家具や予備のホゲタを処分して軽量化していたことが明らかとなり、 結局グレーとウエスタンにブルーリボン賞を奪われてしまった。その後は旅客の減少によりシリウスは大西洋横断の航路から外された。1847年1月16日、シリウスはアイルランド沖、コークとバリコットンの中間で座礁、沈没し救命ボートで無理に脱出しようとした20名が死亡。 他の船舶に救出された71名が生還した。この時、乗客はバリコットンにおいて手荷物を略奪され、荷物は一つも残っていない。クルーデズ、アーノールド、ダス・ブラウバンド・デノルダ・ダトランティックス、1999、ピコグラム35。 ハットフロムリストオブレコードホルダーズファウンドオン HTTP コロンスラッシュスラッシュ WWW.GREATSHIPS.net ありがとうございます。